広がる闇の中交わし合った革命のちぎり誰にも邪魔させるわけにはいかないから果実が告げた未来この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。どころ二つ？へへ、俺の勝ちだ。悪く思うなよ。おい、リュウク、お前もやらないか。たまには仲間に入れよ。いや、俺はいい。リスン&フォロー、ボイスオブゴッド、アンドアバンダンス、ユーク。それで私何もしてないのに、急にキレてきて。それでそれで？ヤガミ君、どうしました？今の文章の和訳をお願いします。神の教えに従うべし。さすれば、海の恵みは豊かになり、嵐はやってこないだろう。本日午前11時ごろ、神奈川県横浜市のアパートで、30前後と見られる男性が血まみれで死亡しているところが見つかり、神奈川県警は殺人事件と本日正午過ぎ、東京都渋谷区で同居している25歳の女性に暴行を加え殺害したとして、35歳の男、戸藤直樹容疑者が殺人の疑いで逮捕されました。毎日毎日、同じことの繰り返し。まったく、くだらねえ。この世は、腐ってる。Another is the extinction of many species of life on the planet. マジで？あんなの見に行ったの？ Species are becoming extinct at a faster rate than has occurred. デスノート、直訳で死のノート。使い方、このノートに名前を書かれた人間は死ぬ。くだらない。まったく病んでるな。不幸の手紙から全然進歩しちゃいない。何が名前を書かれた人間は死ぬだ。
どうかしてるな、僕も。各人物の顔が頭に入っていないと効果はない。故に、同姓同名の人物に一遍に効果は得られない。名前の後に人間階単位で40秒以内に死因を書くとその通りになる。書かなければ死因はすべて心臓麻痺になる。死因を書くとさらに6分40秒、詳しい死の状況を記載する時間が与えられる。楽に死なせたり、苦しませて死なせたりできるってことか。いたずらもここまで手が込んでくると、まあまあかな。名前を書くと死ぬ、か。本当にくだらない。待てよ。万が一本当に死んだら、僕は殺人犯か。まさかな。そんなわけあるはずない。昨日、新宿の繁華街で6人もの人を殺傷した通り魔は、今なお、幼児と保育士8人を人質に、この保育園に立てこもっております。警視庁は犯人を、音原田九郎、無職42歳と断定。説得を開始する模様です。40秒で心臓麻痺だったな。今のところよく分かっておりません。